はい、皆さんこんにちは。榊淳でございます。11時40分をちょっと回りましたね。ですね、結局前場173円安で引けてますね。39,954円ですね。ドル円は 157.459 とか、この辺でうにゃうにゃですね。今日は弱いドルウォンですけども、1387.26 ってここでうにゃっとし始めましたが、1390生かしたくないんでしょうけどね。はい、さて、本題はですね、中国でございまして、ですね、この大起源にこんな記事が昨日見つけたんですけど、中国で売れ行き絶好調、トランプ氏の不屈のポーズ T シャツが発売禁止に中国と。例の星条旗を後ろにこうやってこうやってるですね、写真をですね、もう早速ですね、プリントそれをプリントして T シャツにしてるんですね、中国人が。中国国内で。あれね、あれ報道写真でピューリッツァー賞を取ったですね、写真家が撮ったということらしいんですけどもですね、フォトグラファーね、著作権あるはずですよ。著作権絶対無視してると思うんやけど。まあまあね、まあまあいつものことですけどね、著作権無視なんて。でそれをですね、作ったんですって。作ったらですね、バカ売れしたんですって。ちょっと飛ばしましてですね、右手を上げて、ね、ファイヤーファイじゃあファイトかファイトと叫ぶ血だらけの顔のトランプして、 T シャツはタオバオを T メル京都 JD コムといった大手 EC サービスサイトで売れ行きは絶好調だったそうだ。大手 EC サイトということは著作権クリアしたんでしょうかね。まあ、著作権者分かってますからね。サイト店主の李さんによると、 T シャツを出品したわずか3時間も経たないうちに米国や中国から2000件以上の注文を受けたという。理由はトランプ氏が再選される可能性が高く、彼のグッズは中国でも非常に人気があるために。トランプって中国で人気なん。今年の大統領選挙の関連グッズはトランプ氏と関連あるものにしかあるものしか売らないと李さんは心に決めているのだという。バイデンがおそらくおりますね。いろんなニュースを見てますと、今日金曜日でしょ、日本は今金曜日の昼間でしょ。週末と言いますから明日ですね、だから日本でいうところの日曜日、あさってのですね、あさっての日中には分かってるんちゃいますかね。バイデン撤退を発表みたいな。でそうするとですね、副大統領のですね、カマラ・ハリスに流れていくんちゃうかなと私は読んでますけどね。だからですね、トランプ以外にいないということですよ、大統領候補は。しかし突然不屈のポーズ T シャツは全ネットストアから撤去され、販売禁止になった模様と。なんでみたいな。関連 T シャツを売っていたライブ放送が封殺された。この商品売っているかどうかネットショップに聞いただけなのに、自分の買い物アカウントが凍結されたといった声が多く寄せられている。まあ中国らしいですね、動きですね。この他15日から18日まで開催されている中国共産党の重要会議三中全会、昨日で終わったようでございますね。三中全会の開催と関係があるのではないかという声も上がる中、時事評論家の李一氏はエポックタイムズの取材で主に政治的理由だと指摘する。実は不屈のポーズをプリントした T シャツと禁じられたものの、これ以外の各種トランプ関連グッズは依然としてネットストアで販売が許されている。李一氏は分析した。トランプ氏の暗殺事件を服にプリントするなどして大々的に宣伝されれば、それを見た中国人が中国共産党高官への暗殺を連想するきっかけになりやすい、だから禁じたのだろうと。そうですかね。中共当局が最も重んじているのは政権安定だ。しかしいくら民衆を刺激しかねないものを片っ端から禁じたとしても、共産党退陣を望む中国人民の声を変えることはできないということで、この記事は終わっています。一応貼っておきますね。
私の理解ではですね、中国というのはですね、やはり住居を個人が持つということはですね、禁じられているはずです。で、だからお店でですね、ライフル銃を買うということはできないはずなんですね。だから必要ないですもんね。なんでですね、そんな簡単にトランプさんがあったようなことが起こるとは思えないですけどね。ただここにも書いてある通りですね、中国共産党が何を一番気にしてるかというとですね、治安の乱れですね。巷にですね、反共産党、反習近平なんていう声がですね、満ち満ちてくることをですね、一番嫌っているわけでございまして。なんでですね、それにつながりそうなことはですね、片っ端から禁止にするというのはですね、共産党のやり方でしてですね、多分この、なんて言いますかね、トランプが撃たれたというこの場面もですね、ちょっと中国共産党の偉いさんからするとですね、刺激が強すぎるのかもしれませんね。どうでしょうね、その、別にこう、直接関係ないとは思うんですけどね、中国共産党とトランプさんのですね、銃撃、狙撃事件はですね、関係ないとは思いますけどもですね、禁止に職人越したことないですからね、どういうふうに影響が出てくるか、読みにくいところがあるでしょうから、禁止にしたんですけど、なんかね、ナーバスになってるような感じがしますね。はい、中国らしいといえば中国らしいですけど、やっぱりね、このね、政権の正当性がないわけでしてですね、正当性がないってどういうことかというとですね、共産党が支配しているという今の中国ですね、その共産党が支配している状態をですね、民主が望んだわけでもないしですね、正式な選挙で選ばれたわけでもないわけですね。だから正当性がないというふうに言われるんですけど、正当性がないと何かとやましいわけですよ。やましいとですね、疑心暗鬼になるわけですよ。もしかして中国人たちは、あいつら、もう俺らのことは、ほんまは、いなくなってほしいと思ってんちゃやろかっていうふうに共産党の偉いさんがですね、人民をですね、そういう猜疑心の目で見てるからですね、いろんな面でですね、これは禁止、あれは禁止ってなっていくわけですね。いつも言う通りですね、そんなに長くないですからね、中国共産党の世の中っていうのは。今崩れかかっていってですね、どんどん崩れていってですね、そのうちですね、終わります。2022年、覚えてらっしゃるでしょうか、まだコロナやった時ですね、コロナ3年目の終わり頃でもう僕らは半分終わってるやん、みたいなことをやってた時にですね、中国はゼロコロナっていうのをやってたのを覚えてらっしゃるでしょうか、今から2年前です。ゼロコロナ。ね、1人でも2人でもです、ね、感染者が出たらその町その街区封鎖みたいな。で感染者が出た感染者のです、ね、住まいにはですね、なんか消防隊みたいなのが入ってきてザーッと水まいて、水というか消毒液まいてですね、もう家具とか何かぐちゃぐちゃにしてしまうわけですね。でそれでですね、自分の部屋の中ぐちゃぐちゃされた方がですね、突発的にですね、窓から飛び降りて自殺をしたと。でその女性の娘さんがですね、その ご遺体をですね、行こうと思ってもそこは封鎖地区でですね、死体はほったらかしたままみたいになってる悲劇をですね、伝えてましたよね、あの時に。覚えてらっしゃいませんかね。うわひどい話だと思いましたよ。でそんなことがあってですね、ゼロコロナ政策に怨嗟の声が満ち満ちた時にですね、例のですね、この白い紙をですね、こうこれ白、真っ白って言いますけど、白い紙をこう持ったですね、白紙運動というのが起こりましたよね。あれが全国に起こって、瞬く間に全国に広がってですね、まあ、ゼロコロナに対するですね、抗議運動ですね。で、収拾がつかなくなる寸前まで行ったんですよ。で、どうしたかというと、すぐさまですね、方針変更、ゼロコロナなしみたいなのって。でですね、みんな表出てかまへんでというふうに変更したのがですね、白紙運動が起こって一月も経たないうちですよ。1、2週間やったと思います。あの時ですね、中国共産党はですね、佐渡、菓子ですね、肝を冷やしたんちゃいますかね。そのまま行ったらですね、共産党政権に対する非難合合というかですね、あれになったと思います。反共産党、反体制運動になったと思います。そうなったら、それこそ共産党政権が倒れるでしょう。で、そこでビビりまくったわけですね。でですね、あの時からですね、あらゆる
人が集まるような集会は禁止だったんですよね。確か今でもコンサートとかやってないんちゃうんですかね。いや、やってるのかもしれませんよ。でも人が集まるとですね、共産党への不満をぶちまける大会になったりするのか、ちゃうかということをですね、嫌がってですね、でですね、そういう集会とか、お正月行事とかみんな禁止とかってやってましたよ、今年の正月は確か。で、ビビりまくってるんですよ、中国という国は。それでですね、アホちゃうかと思うんですけど、やっぱりそれはね、なぜそこまでビビるかというとですね、あれです、自分たちの体制に正当性がないことへのやましさとですね、不安なんですよ、ビクビクしてるんですよ。もうそれの裏返しということなんですね。いやー、なんて言いますかですね、こうやましいということはですね、こうよう分かりませんけどもですね、恐怖感なんでしょうね。自分たちの政権がいつひっくり返されるのかと。ひっくり返されたらですね、共産党員たちはボコボコにされるわけで、きっと。そんな中国人がね、今まで威張ってたやつがですね、その地位を失ったらですね、何も見逃してくれるとは思いませんからね、ボコボコにされるんでしょうね、自分も家族も。その恐怖心なんですね。はい、まあそれがですね、こう教師が募ってトランプの銃撃シーン、あかん、やっぱそれ禁止とかってそうなってるんちゃうかなと思います。この大紀元のですね、アドレス一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。